みんなを守ったマンボウの話。ある日、海の底で何もできないマンボウが悲しんでいた。彼の名は万吉。自分には特別な才能を持っていないことを嘆いていた。周りの魚たちは早く泳げたり、美しい歌を歌ったり、きらびやかな色をまとっていたりと、それぞれ特別な力を持っていたのに。しかしそんなある日、突然海底に暗闇が広がった。大きなイカが海底の生物たちを襲おうとしていた。皆その巨大なイカの力に怯え、逃げ出すしかなかった。何もできない万吉は他の魚たちのように素早く逃げることもできなかった。自分の無力さに絶望し、イカが小さな魚たちを襲うのを見ているしかなかった。そんな時、逃げ遅れた魚たちを見つけた。とっさに大きな体で彼らを隠し、怖がっている小さな魚たちを自分の体の後ろに集めた。盾となった万吉の大きさに巨大なイカも驚き、一瞬ひるんだ。その隙に小さな魚たちは安全な場所へと逃げることができた。その日以降、万吉は海のヒーローと称えられ、自分にしかできないことがあるということを初めて感じた。そして何もできないという自分自身を受け入れ、それが自分の一部であることを誇りに思えるようになった。何もできなかったマンボウ。